います。さてそれでは19章の23節から見ていきたいと思いますが、これはイエス様が十字架があったところですね。そのイエス様が十字架という私の罪の代わりに十字架で死んでも本当にもう残酷で惨めな姿で変わった時に、そのすぐそばで23節、兵士たちは、これローマの兵士たち、ローマの兵士たちはイエスを十字架につけるとイエスの着物を取り、一人の兵士に一つあたりを四分した、まあ、4つに分けることのできた着物だった。あの着物サイズではなくて、例えばメガネと、このワイシャツとベルトとズボンみたいに、ね、分けれるものだった。だから一人一人もらった。ところが下着も取って分けようとしたんですが、それは上から、全部一つに折った縫い目なしのだった。バイク乗るときにつなぎってあるんですが、それと似てて上から下までつなぎがない、もう縫い目なしの一つだから、それをちょっとそうじゃなかったんです。さらに分けれなかったね、4人にね。それでどうしたかというと、くじを引いて分けようということで、彼らはくじを引いて分けた。でもそれは前もって聖書に、彼らは私の着物を分け合い、私の下着のためにくじを引いたという聖書は上手だったと、ね、前もって予言されていたということですね、イエス様の、ね、ことはね。で、まあ、そこでまあくじを引いた。で、一つ思うのは、イエス様が十字架があって、もう本当に自分のイエス様の生涯、一番大事な目的をしているんですけど、それでも一番辛くて孤独できついときに、その目の前でイエス様に背を向けて、おそらく背を向けてこう、くじ引きした着物を分け合うのためにね。で、私たちも、イエス様とは違うけど、一人一人十字架を負う時があったり、辛いことがあったり、孤独なことがあったりしたときに、誰かが分かってくれると嬉しいけど、このイエス様の十字架みたいに背を向けて、くじ引きして関係ないやって感じで人たちいる。その時寂しかったり孤独だったりします。でもその時覚えてほしいですね。その時にイエス様はものすごく身近に感じ、イエス様を愛をもっと深く知ることができるということをね、ぜひ知っててほしいですね。だから十字架を追っていく時に孤独を感じることがあったりします。でもそれは人に関してはそうだけど、神様はその中で今までないぐらい深く共にいて愛を示してくださるということをね、知っててほしいと思います。だからね、本当に孤独になったりね、なんかきつくなったり辛くなった時はね、主のところに行くといいんですね。で、その時に誰も分かってくれなくても、イエス様は分かってくれってことは理屈じゃなくて、本当にイエス様分かってくれてるんだってことが非常に深く分かります。そうすると私たちは癒され自由になっていきますね。それをね、覚えてほしいですね。そして二つ目に、そういうことをした時に、兵士たちは25節、このようなことをしたが、イエスの十字架のそばにはイエスの母と母の姉妹と、これはおそらくヨハネの母と思われますね、お母さんのマリアの妹さんですけど、とクロパの妻のマリアとマグダラのマリアがいた。マリアだらけですけども、本当にイエス様の足がついてきたわけですね。そしてお母さんが口を開きます、ね、母とそばに立っている愛する弟子とを見て母に、女の方、そこにあなたの息子がいます。この女の方ってのはね、ヨハネの2章でありますけども、素晴らしいこう、なんていうか尊敬を込めた女性の呼び方、ね、お母様、ね、お嬢様、尊敬みたいな言い方で、お母様ってことですね。でそこにあなたの息子はいますと言って、これね、マリアは本当につらかったと思うんですね。イエス様は神ではあったけど人となられて、人となった時に処女から生まれたんだけど、全く人間通りになったから、処女から生まれた聖霊によって身ごもったんだけども、ところが十月十日は人間と同じように通られたわけです、人の通る道を。だから本当にお母さんはこの時つらかったと思う。自分の大切な子供が目の前で罪がないのに、罪と何の関係もないのに殺されていく、それで心痛んだと思う。それを見た時にイエス様はほっておけなかったというか、その苦しんでるお母さんを見て心を痛められて、自分が苦しみの極みにいるのに、お母さんに向かって女の方って声をかけられたんですね。ここにあなたの息子がいますよ。そして弟子のヨハネが本当にこうイエス様を、この時はまだね、復活を分かってなかったと思うので、ここに地上の子が来てくださると思ってたら、希望にもうこの方にかけていた、そのかけていたイエス様が十字架で死んじゃうわけですね。本当に絶望というか思ったんです。その時に、いや、ここにはあなたのお母さんいるよって言って、十字架を真ん中に置いて、ね、お母さんとこのマリアとお母さんを一つにした、家族にした、新しい家族になったわけですね。で、十字架を真ん中に置いて、神様は新しい家族を作られるんですね。新しい親子、新しい兄弟。私には言ってくれないんですけどね、お父さんになってた人は、
いなかったことはないんですけど、今まで行った人はいるんですけども、ほとんどいませんが、私の妻には結構ですね、お母さんになってくれという人はいるそうですね。何かって言ったら、これは神の家族ですね。十字架のもとになるわけです。肉の家族ももちろんありますけど、それとともに本当にイエス様を中心、十字架を中心にして新しい家族になる、これ教会の姿です。そしてもう一つは、この十字架があるとき、普通一つになれないものが一つになって許し合えるんですね。それが以前お話した斉藤亮君のね、覚え出しますが、17歳で野球部で甲子園を目指してレギュラーになってキャッチャーになって、さあ来年は甲子園と思って頑張ったときに、試合して勝って活躍した後に帰ってる途中で、27歳の男の子がその17歳の彼を引くんですね。で飛ばされる、頭から落ちる。その結果どうなったかというと、彼はもう体動かなくなる。で、下の世話ですね、ちょっとすいませんね、あんまり下の世話も自分ではできない、だからそれもやってもらわないといけなくなる。いくら親でも家族でも下の世話してもらうのは辛くて、死にたいと思うけど、もう天井見てるしかない、寝返りも打てない、もう体も動かない、その中で死ぬ、自殺することすらできない、そういう状況の中で彼はいるわけですね。でもう一生治らないということを聞いたときに、お母さんとそのお姉さんと5人家族ね、お母さんとお父さんとお姉さんとおばあちゃんがいたわけですけども、そしたらその お姉さんはですね、もう怒ってしまって、引いた方の、引いた人とそのお父さんいたそうですけどもね、もう、まあ、亮君ですよね、亮の人生を返せって言ってね、もうお前たちも同じ目に遭わせてあげるみたいなね、もう怒りに狂って呪いの言葉をかけたってことですね。それからお父さんも実はその27歳の人は保険に入ってたんですけど、保険料を払ってなかった。その結果保険料を払ってないので保険金が下りなかった。だからもう大変なことになった、まあ、最終的にはその亮君の方の保険があってそれで下りたんですけども、しかしもうそれでですね、困ってね、お父さんとかやってきてね、申し訳ないからお見舞いに来たね、何回も。そしたらその時にお父さんがね、やっぱり怒ってですね、もう見舞いに来る暇があったらね、仕事してね、金を持ってこいってね、言った。まあ、でもそれ本当にすごい金ですからね、そういうふうに言って、本当に許せなかったんでしょうね。こう本当に元気でいた子がそれを奪われてね。そしておじいちゃんがやってきたそうです。おじいちゃんもいてね、加害者の方にね、おじいちゃんがやってきた時にお母さんはもう看護師さんにね、もう帰ってくださいって言ってくれて、会いたくないってね、もう病室でも入れないで返して、でおじいさんが茶菓子を、ね、茶菓子を持ってきて、それを開けもしないでゴミ箱に捨てたそうですね。それぐらいもうやりきれなかった、本当に許せなかったわけです。でこれはある意味で当然だと思います。大切な子供がそんな風になったらね、やっぱりそうだと思いますね。で本人ももう絶望してて、憎しみとか怒りとかなんかやりきれなかったわけですね。ところが4回経った時に、その浜松の子だったんです。浜松の病院から関西の方にヘリコプターで移動してね、ものすごく辛かったそうですけど、ヘリコプターになって、それでそこに来て、そこで今まで口からルートしか落ちたのを鼻に変えて、やっと口が開いて喋れるようになって喋、ね、るようになって、まあ、話すとちょっといいですね。それで元気になってきたら先生に言われたんですね、もう一生あなたはこういう体で行かなきゃいけないから、ね、リハビリをして家へ帰って家で生活できるリハビリだけしましょうって言ってね。でそのためにお母さんとお姉さんはその関西の病院の近くに引っ越してきて、家を借りて、部屋を借りて、その介護する訓練をお母さんとお姉さんはして、本人はそれでその生きる訓練を、ね、リハするわけですね。そういう悲惨な状況だった。で移ってきて一月、最初から考えたら5ヶ月経った時に、野球部の先輩にクリスチャンがいた。クリスチャンがいることは希望です。あなたが家に売るならば、そのあなたは、ね、その家の希望です。職場にあなたがいるなら、あなたがいることは職場の希望です。本当に希望です。真面目にクリスチャンってことはイエス様がうちにいるからね。でこのお兄ちゃん、先輩にクリスチャンがいて、なんかその方がなんか肩をなんか膝をなんかこう痛めて投げれなくて、もうこれはもう1週間以上無理だろうなと思ったら、次の日また普通にビンビン投げてた。へえと思ったら、その人はクリスチャンだって話だけで、その時は別に何と思ってなかったけど、後で聞いたら癒されたわけですね。だからそうなのか、その先輩が彼のことを心配して、5月経った時に自分の親、母親とお姉さん、それから牧師さんと牧師さんのお嬢さん2人も連れて、5人か6人でみんなで来てくれた。その間ずっと祈ったんでしょうね。で来てくれたら、それまでね、彼には
なんかいろんな宗教の人がいてね、なんかお札かなんかを持って枕の下にいつもいたりね、数珠を持ってきてここをかけられたりね、でまあいろんなテレビに出てるような有名な人が来てこうなんか周りを寄り回ったりいろんな人、でも何をしてもダメだっただけで、お金だけ持っていかれたって状況だった。でもう絶望したから、その時にその先輩のクリスチャンの方とその牧師さんと家族が5人か6人で来られたんですね。そしてその翔君に、リュウ君じゃない、翔君に、リョウ君に話したんですね。ね、でイエス様の話をし福音を語ったわけです。でこの世には本当に悪霊っていうのがいて、罪には悪霊が働いてそういう事故を起こしたリョウ君の人生を破壊してきてるけど、ね、その人を憎むんじゃなくて 罪を憎み、そして悪霊を憎んでそれを追い出した時に本当に癒しも起こるし、ね、いいんですよって話をして、まあ、そしたらね、今までの話は誰の話を聞いても何もなかったのに、その牧師先生の話を聞いてる時に途中から涙が止まらなくなったんですって。よっぽど祈ったんでしょうね。そして最後に、まあ、これ数珠をしてましたから ね、あの亮君ってね、その数珠をつけてね、そういう数珠をつけてね、そういう神々頼むかイエス様により頼むか、どっちをする、それは亮君の、ね、選択だよって言ったら、もう即座に答えですね、僕はイエス様を信じる、イエス様により頼むって言ったんですね。そして家族もなんかみんな感動してて、みんなでお父さんもそこにいて、お姉さんたちもいて、お母さんもいたでしょうね、そこでみんな信じた。そしてその数珠を外してもらい、そういうねお守りとか偶像とかを全部取り外して、そこから神様の頼みになったんですよ、ね、そしてその時はね、その牧師さんはね、亮君ね、加害者の人を許すことはね、亮君にはとても酷なことでできないと思う、でも許さないと亮君の方がこうだからね、たとえねその人は加害者は死んだとしても憎んでる限りその憎しみは消えないでしょっていうことをお話をしてね言われた。その時はでもね、そう言われても許せなかったんですけど、そこから実際ね家に帰って、ね、バイアフリしてもらって、1500万買ったそうですけどね、バイアフリしてもらって家で住むようになって、そして聖書の学びが始まった、ブドウの木っていうね、その先生に言ってね、でそこで学んでいくうちに、彼は聖書のことも入れていくうちに、なんかその加害者引いた人だって大変だろう、苦しんでるだろうから、その人を許してあげたいと思ったで、加害者とそのお父さんをその聖書が呼ぶんですね。そしたらね、加害者27歳の青年どうなったと思いますか。髪の毛は全部向けてたんです、苦しんで加害者ね。で俺はあの確かに時々原型だって面白いな人がいますね、あんまりストレスが強いとね、若くても本当にあるんですよ、ね、でストレスがなくなってくると治ったりする、何人か私知ってますけどね、本当にある。でその27歳の青年は加害者になってもう許してもらうし、とんでもないことをしたわけでしょ。本当に17歳の青年がね、あの少なくとも人生を失ったわけですからね。これで本当に辛くて、うん、髪の毛全部抜けてた。でお父さんは保険があって、その彼が入った保険が出ないから、自分が自殺して、そしてその自分の保険で彼に、ね、賠償しようかと思って本気で考えて悩んでた。でその時に呼ばれて行ったら、亮君、その君、斉藤亮君もお父さんたちも、いやもうね、あの苦しかったでしょって言って、ね、あの私だってもしかして加害者になったかもしれないんだからって言って許してるわけですね。えらく感動して、で聖書を一緒に学び始めて、イエス様も信じる。で最初は許してもらったから信じたんだけど、学んでいくうちにもう本当にイエス様を心から信じなって、一つの家族になるんだよね。すごいですよね。そしてね、おじいちゃんがね来た時にね、お母さんがね昔ね、あのおじいちゃんが謝りに来た、あの息子さんとかお父さんが来てももう、ね、怒られるから、でおじいちゃん来たらね、お母さんがね、もう顔も見たくないからって看護師さんにね、帰ってもらってくれって病室にいない。でおじいちゃんがその持ってきた菓子箱だけに置いてね、帰ったらその菓子箱をね、もう開けもしないでゴミ箱にしてた。それぐらい許せなかった。でもお母さんはそのことをクリスチャンになったと聖書を学んでいくうちに、本当に悪いことをしたって謝りたいと思った。そしたらその人におじいちゃんも連れてきてほしいって言って、おじいちゃんを連れてくるんで、高齢だったけど、そしたらおじいちゃんがね、本当にすいませんでしたってね、いやあの時本当に申し訳ないことをしたって、本当にあの時心の余裕がなかった、随分ひどいことをしてすいませんでしたって謝ったら、おじいちゃんの方がもったいないって言ってね、そこでもう信じる。そして加害者の家族も全部で、被害者のおばあちゃんも含めて全員がイエス様を信じる。一緒に礼拝するのよ。お父さんが、その加害者の方のお父さんがかなりトラックのドライバーをしたけど、きつかった、厳しかったね。そしたらその被害者の方のお父さんが自分の会社のその運転があって、それはそこまできつくないから、そっちの仕事を紹介して、被害者のお父さんと加害者のお父さんが同じ職場で働くようになった。そして一緒に礼拝するようになった。これね、普通に話してますけど、普通ありえません。普通ありえません、そんなことは。
で両方の家族が一つになって神様を礼拝していける。これはね、まさに十字架の恵みなんだ。でも考えたらイリエさんの時も見ましたよね。イリエさんが、ね、ルーマニアで、ね、自分の子供が引かれた時にその引いたくしたことを許してあげて、そして本当にその人が救われるようにと思って伝えに行こうと思ったら警察に行ったら教えてくれない、復讐すると思った。そしてアメリカ行った時に空港に行ってたら一人の婦人がいたからお話をして仲良くなったら、その人はルーマニア人で同じ村の出身者でクリスチャンで、びっくりして聞いたら娘さんが5歳の男の子を引いた時に苦しんで教会教になって変わったので私も一緒に行って救われたって話をして、それ名前は何て言った、イリージュニアって言って自分の息子を引いた人だった。でそこでその空港で一緒に涙を流したら喜んで神を賛美した。これも普通ないですよね。だから十字架がある時に許し合えて一つになれるんです。教会でもクリスチャンホームでも十字架があるとどうなるかというと、本当に許し合って愛し合って一つになれる教会はあった。でも十字架を見失うとどうなるかというと、聖書は素晴らしいんですよ。でも聖書を十字架に立って福音的に恵みによって読まなければ、聖書はね、最もね、世界でね、倫理観が高いんです。これは宗教的に。だから聖書で切れない人はいない。どんな人でも裁けます。だからね、クリスチャンホームはね、十字架を見失うとね、裁くになります。十字架があると本当に愛と潤いになるか。で、私は自分クリスチャンホームでしたけども、一時本当に砂漠でした。私の家庭は子供の時ね、すごいとこ通った。でもその後本当に母が変わり、父が変わり、十字架が家の真ん中に来た時にすごいいい家族になった。温かい、だから父の告別式の時にとってもいい式になったんですね。教会もしたんです。十字架を中心にすると十字架によって私は一つになって許し合って愛し合える家族になる。でも十字架がなくて聖書だけだと、聖書は素晴らしいんですよ。だからこれを立法的に読んだらもうお互い裁き合いまくり、ね、牧師のくせに、ね、何言ってんだクリスチャンのくせにとかね、何言ってんだ夫のくせに、妻のくせに、母親のくせに、子供のくせに、もう大変なことになりますでも十字架を真ん中に置くと本当に御言葉を生きて働いて許し合って福音としてなるからね、ってことね、知ってほしいですね。そして最後にイエス様は、私は乾くって言われたんで、これ一つは本当に乾いて、カラカラに乾いた。もう一つは魂に対する乾き、そして御心を最後まで全うしたいっていう渇きですね。その結果この水ぶどう酒をね、ローマ兵が持ってきてヒソプにつけた。ヒソプっていうのは清めの式の時に用いるから、これはまさに十字架でこの許しとともに清めですよね。これでこれ、ね、でヒソプは受けられる、この水ぶどう酒は受けられる。苦味のあるぶどう酒は受けなかったんです。あれは麻酔の薬をするからそのまま麻酔なしの酒として苦しみの極みになって、もうカラカラに乾いて苦しんでる時にこの水分どうしてもともっと乾くんですね。あの喉がカラカラの時にね、あの酢を飲んでごらんなさい、大変なことになるからやってみますかね。だからそれと一緒ですね。だからもうもっとカラカラって大変になるのに、なんでそんなことしたかって言ったら、私たちがこれ以上ない苦しみっていう、その苦しみの世界で一番苦しい人のもっとその苦しみが乾きまで私は体験してくださった。私の代わりとなるために。そして本当にこの時、これもう一つあだけりを意味するんです。水分としてね、あだけりをもう引き受けられて読みに下るんで、その時完了したって。この完了したっていうのはですね、あとさっきね、ある方に言われましたけども、これは完了形なんで、英語で言うとね、だから完了した、そこで終わって、それが今もずっとその状況が続いてるってことなんですね。まあそういうふうに説明してすごく分かる人とかえって混乱する人がいると思うんで、ね、完了したって何かって言ったら、もうこの時に全部代価を払ったよって、お金を払って、まあ、例えばしてませんけどね、借金してるとしまいます。例えばA ちゃんにですね、私は、ね、1億円借金したとします、ね、だからね、うちの娘の、じいさんがですね、 A ちゃんにですね、父がもう迷惑かけてごめんね、はい1億円ボンとかね、利息は5000万ボンとか言ってね、渡したとします。そしたらもうそれでおしまい、終わりでしょ。でまた借金はしないの。これは何かだ、つまりもうおしまい、それで全部払って、もう全部完済って言うんですけど、全部おしまいって払い終わったよって、その状況はずっと続いてる。だからもう縛られなくていい。私が借金した間はですね、こう来たら、あかんちゃん、お金があって、あだまとかで、これ、ね、いらなきゃいけないけど、もう払ったらね、堂々とね、自由になるわけですね。罪の奴隷になって縛られる必要はないのです。キリストが代価を払ってくれたから。サタンの言いなりになる必要はない。サタンがこの辺でね、お前なんか稲荷がいいよとか言ったらね、言ってあげてください。バカなこと言うんじゃない、もうそんなことには治らないよってね、神様が私を選んでくださった、
お前の時あんなことしたじゃないか、あんなことしたじゃないかと言われたらね、いやもう十字架で許されてる、関係ない、あっち行けとかね、いいですか、本当にサタンでいるんだから、ね、で本当にイエス様はこれ完了したってのはもう全部代価を払いましたよって、もう代わりに苦しみを受けましたよ、代わりに裁きを受けましたよ、代わりに地獄にも行きましたよって、もう全部払い切りましたよ、もうおしまい、もうあなたはこれから苦しんだり痛んだりそんな代価を払ったりしなくていいっていうことなんですね。だから私たちは悔い改めて信じればいい、信じるときにその恵みに切れるってことはね、ぜひね覚えておいてほしいというふうに思いますね。でそのことはね、だから私たちはそのもうすでに許されているもの、すでにあがないっていう言葉、あがなわれたもの、これ買い戻してみたんです。一回売られたものを、まあ、あんまりしたことないけど死に入れるんでしょ、ね、でそれをもう一度買い戻すって、ね、取り戻すってことですね。イエス様の命を代価に買い戻される、よく信じればいい、ただでいいって言うけど、ただじゃないんですよ。キリストの代価が払えてる、キリストの命、キリストの十字架の苦しみ、痛み、キリストは黄泉に下る地獄に行くっていう代価が払えてる。このキリストの代価はね、お金なんか換算できません、ね、日本の国家予算をね、国家予算帳倍したぐらいありますそれでもダメですね。それぐらい大きな代価を払えてるから、私たちは何も払わなくても悔い改めて信じるだけでいいし、それによって生かされるということなんですね。だから、ね、もっと大胆にね、神様に祈り、だっと大胆にね、歩んでいきたいというふうに思います。そのことをね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います。今日はここまでしておきましょう。今日インターナショナルサービスなどに、フィリピンの方は2人、アフリカの方は2人、そのうち1人は女性ですけども、4人の方は今日の礼拝が最後ですので、送別会をしますので、どうぞ皆さんですね、時間のある方は送別会に来てくださり、余裕がある方は差し入れを持ってきてください。全然なくてもいいですから、来てね、あげていただければと思います。それではお祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。十字架によって私たちはもう完全に許されて完済されていることをありがとうございます。また主様、本当にありがとうございます。私たちが十字架を引き受けるとき、時々孤独を通りますが、あなたはそのとき本当によく知っておられて、私にあなたの愛を教えてくださり、そして必ずあなたは祝福し報いてくださることをありがとうございます。また主様、十字架を中心に新しい神の家族を作り、許し合い一つになれるようになったことをありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。